加藤健人です。みんなからは加藤健って呼ばれています。役割としては自分はどちらかというと攻める方が多いので、やっぱり試合では1点でも多く取るような仕事ができたらいいなと思っています。自分はですね、2回ほど国際試合に出たことがあるんですけども、どちらもアジア選手権なので、世界選手権は今回が初めてってことで、絶対緊張すると思うんですけども、世界のチームと戦えるっていうのをなんか楽しめたらいいかなと思っています。そうですね、目標としては1点でも多く取るっていうのがやっぱり目標ですね。まだそういう日本代表として自分はゴールを決めていないので、1点取れれば、まあ、最低でもまず1点取るってことを目標に試合に臨めたらいいなと思っています。あと、まあ、最近は個人的な話なんですけども、怪我が多いので、まあ、怪我をすると、まあ、自分としても痛いですし、チームとしてもやっぱり痛いと思うので、まあ、怪我をしないように全試合乗り切っていったらなと思っています。去年の12月アジア選手権では本当にたくさんの人に応援していただき本当にありがとうございました。やっぱりアジア選手権を通してそのいろんな人から応援してもらったり、その応援の声がすごい力になるってことを改めて感じました。なので今回の世界選手権も皆さんの応援を力に、一生でも多く勝っていけたらなと思っていますので、ぜひ皆さん日本のブラインドサッカーも応援よろしくお願いします。